よいしょ。わあ、氷のだるま、ありがとうございます。砂糖、はっ、こんばんは。じゃーん、そう、すごいおシャンティーなお洋服です。あ、イヤリングつけてた。こんばんは、お待たせしました。んー、よいしょ。あれ、あ、特別配信ありがとうございました。はい、こんにちは。すごい、氷のくまちゃん、ありがとう。奥さん、私みたいな、あー危ないよ。こんばんは、特別配信ありがとうございました。こんばんは、こんばんは。はい、皆さん、タイトルとシングルの詳細と、詳細のタイトルと、あとワンコーラス流れましたけれども、どうでしたか。こんばんは、ギフトありがとう。表題曲は「一瞬の花火」というタイトルに決まりました、発表されました。どうですかね、素敵な曲だよね、うん。ちなみに私の歌割りとか分かりましたか。私がどこを歌っているかとか分かるのかな、まだ分かんないかな。良き、いい曲、そうなんですよ。ジャケット写真も公開されたんですけど、ジャケット写真はなんと柏崎の浜で撮影させていただきました。なんかいつも私たちメンバーって SNS メールとかかな、特に、なんか今日お仕事がありました、朝から撮影がありましたみたいに言うじゃないですか。でも今回のこのジャケット撮影はすごい内密に動いていて、その朝から何があったっていう匂わせも、匂わせに入るか分かんないけど、それもなし、全員でもう統一して、どんなお仕事があったかとかも何にも言わずに動いていたことなので、多分もう本当にファンの方もこの日がね、ジャケット撮影だなって分かんなかったと思うんですけど、普通分かんないんだけど予想もつかなかったと思うんですけれども、はい、そうそう、早起きしましたとか、今日外で撮影があったって言ったら、なんか、あ、シングル関係じゃないかってね、みんな感づくと思うので、もう皆さん鋭いので、なんですけど今回は何にも匂わせなしでさせていただいたので、びっくりしましたか。明日早起きでとかもシングル関係では言わない、言ってなかったから、はい、びっくりしたでしょう、いつの間にか撮影が終わってて。
美容院行ってきた。あー、美容院はね、それはちょっと節穴でしたね。あ、嬉しい、佐藤外見。そうなんですよ、もう一つ、27日26日が花火大会なんですけど、翌日の27日に柏崎の佐藤外気球場であるね、オイシックスさんと西武さん、池袋さんとの試合の応援団としてヒロカッピと駆けつけさせていただきます。イエーイ。あれ、なんか、あ、待って、池袋違いますか、あれ西武さん、あれ待ってください、待って。え、あ、埼玉さん、あ、ごめんなさいごめんなさい、本当にごめんなさい、埼玉西武ライオンズさん、ごめんなさい、待って、何、池袋さん、ごめんなさい、埼玉西武ライオンズさん、正しくは。はい、ということで、去年もね、佐藤が行けということで、カホと一緒に応援させていただいて、始球式と、あとトークとか、あとなんかダンスとかさせていただいたんですけれども、なんと今年も、はい、佐藤、そしてね、私のね、次女、ヒロカッピ、左利きのヒロカッピと一緒に応援に駆けつけさせていただきます。あれ、なんか西武来てください。はい、ということで盛りだくさんなんですけれども、いや、長女は私ですよ、ヒロカッピも。もしかしたら始球式もさせていただくかもしれないので、はい、皆さん楽しみにしていてください。ちょっと私も練習しなきゃ。ヒロカッピと練習、ヒロ、キャッチボール練習する日を作りました。なんかチャットとかで載せますね、練習行ったら絶対行きます。ありがとう、待ってる、頑張ります。いや、私なんかフォークボールしか投げれなくて、あ、そう、これはね、匂わせていいですよって言われた。そう、なんか全部ね、なんか投げるとフォールって何、フォークボールになっちゃうんです。そう、落ちるの。なので、もうちゃんとキャッチャーさんのところにたどり着けるように、まっすぐにね、うん、頑張ります。ヒアリング落ちた。うん、そう、ヒロカッピーと一緒に行かせていただくんですけど、イヤリングちょっと重たいの。そうなの、かわいい。頑張りますよ、楽しみ、2日間ね。最近、そう、試合もね、見に行ったり、去年よりも、まあ、きっと詳しくなってると思うので、頑張ります。もう新潟にはね、オイシックスさん側にはもう NGT48 がいるっていうことで、はい、もう精一杯応援団していきたいと思います。ガッタホのタオル持ってね、タオルあるから。そう、まつげは、はい、
こいいよ。なんか去年はすごいカホがやっぱりあのアンバサダーさんされていたからね、もうあの安心で私のことすごいいろんなところで引っ張ってくれてたんですけど、今年はね、だってひろかちゃん多分さ、こうお外でお仕事をするってね、少人数で先輩と多分初めてだと思うんですよ、これが。そう、いやちょっとさ、私がしっかりしなきゃダメだって思って、うん、ちょっと今から気合入っています。うん そうなんです、佐藤のお姉さん、そう、不安、ええはい。でね、今日は早速ヒロカピから「かえりさん」って、なんかこのツイートにまだ始球式って書いてないんですけど、なんかどうやって言ったらいいですかねって言われて、あ、わかった、あ、ごめんわかんないごめんわかんないから一緒にマネージャーさんに確認しに行こっかって言って、あのスタッフさんにあのもう2人でこれなんかどんな風に言ったらいいですかって言ったら、あ、もう始球式っていうことは全然匂わせて大丈夫って、でみんなで一緒に応援しましょうっていう感じでいようねって私も結局分かんなくて一緒に聞きに行ったっていう感じなんですけどわかんなかったそれは先輩、そうだよ、いやでも聞いてくれたの嬉しかったからさ、なんかね嬉しかったです。うん、あ、確かにそうだ、水球の時に言ってた、そうだ、あの4期生何名かで言ってましたよね、そうだ、そのヘアセットしてるの見てた私。あれ公演あった日ですよね、確か確か確か、私がね そこにいました。そうです、知ったかぶりよりねいい気袋は本当に忘れてください、ごめんなさい、なんでなんだろう私、後輩ちゃんに頼られるの嬉しい、先輩になったんだなって実感します。私水球したことあるんですよ、あのなんか水泳習ってた時の休み時間が水球水球で、えなんか普通あのパチャパチャってする習い事の水泳だったら休み時間なんかビート板、大きいビート板とかに寝転がったりさ、なんか水かけ合って遊ぶじゃないですか。なんかでも私はあの小学、あの中学生上がる前までなんか競泳の方の水泳をやってたので、休み時間に水球をさせられるというか水球をしなければ、もう強制的に水球しなきゃいけなくて、そうなんです、だからあのなんかサッカーのゴールみたいなところにバーンって入れる、でなんか泳ぎながらボール奪うみたいなのを休み時間にしてましたすごいガッツだよね面白かったです、ガッツ、うん。でも珍しいと思います、水球やったことある人、あんま出会ったことないです。ギフトありがとうございます。4期生から大人に見えるって、そうなのかな、大人なの、大人に見えてるのかしら見えてるのかな、ね、服装とかですか、顔つき、いや実年齢、うん、水球習ってた、あ水球じゃない、水泳水泳習ってたの、そうなの
習ってたんです。私その水泳習い始めたのが小学2、え、何年生でしたっけ、小学4とか2とか、2かな、2年生だ。でなんか私の小学校ではその水泳習い事でするの流行ってて、みんなもう結構早めに保育園幼稚園の時からやってたり、もう3歳4歳とかやってたんですけど、私は小学2年生から始めて、すっごい 遅かったんですよ、それ周りに比べたら。で結構みんな同じスイミングスクール通ってて、何級とかあるんですよ。だから私その始めたのも遅いから、その9もすごい下の方だったから、もう恥ずかしくて、それがでも恥ずかしいけど泳ぐの楽しい、こう己との戦いみたいなもう自分次第のスポーツだから、すごい楽しくて続けてたら、そういつの間にか私のね、なんかね、体格がなんか水泳にぴったりだったらしくて、でコーチになんかそういうタイムとか競うところに行ってみないかみたいな話をしていただいて、小学なんか5年生だかな4年生ぐらいの時にそのなんか競泳の方に進みました。でも怪我してやめちゃったんですけど、その中学上がるほんのちょっと前に。でもそう、私背が高かったんです、小学校の時。今はもうあれなんですけど、もっと高いメンバーとかいるんですけど、小学校の時にすごい背が高くて、まあ、それスポーツする上で有利だったっていうことでやってました。でも最近は全然泳いでないから、多分泳げないんじゃないかな、わかんないけど。あ、話変わっちゃったんですけど、26日はその NGT の楽曲に合わせたオリジナルポンポン花火、そして27日は水球じゃなくて試合の応援団、よろしくお願いします。そうだす、野球で水球じゃない西武ライオンズさんね、ちょっと頑張れ頑張れ、応援してくる。あ、埼玉西武ライオンズさん、やばいな、ちょっと池袋じゃないね、全然。池袋は東京です。ありがとうございます。そうです。もう間違えないように。やっぱり本番間違えたら本当にもう、わあ、ごめんなさい。楽しみだね、今月も残りの。でもありがたいことに、もう今月本当にいっぱいお仕事予定を入れていただけてて、もうすっごい今幸せな気持ちです そう、あとね、メールに書いたんですけどね、来月の前半の、本当に前半の公演スケジュールが出て、4日と7日に公演あるんですけど、私は4日出なくて7日に出演させていただきます。誕生日の前日なんですけど、はい、出ないので、皆さんくれぐれも気をつけてくださいね私がいると思って申し込んじゃう。あ、でも全然
劇場は楽しいとこなんでたくさん行ってほしいんですけど、私はいないので、7日は何だろうな、水曜日かな。うん。そして私もうちょっとで劇場公演デビュー6周年になるんです。なんとね、もうそんなに経ちます。そう、もうそんなになんです。早いよね。次の公演の時に MC で触れようかなって思っています。これからもね、いっぱい立てるように頑張ります。本当にいつも見に来てくださっていたり、サイリウム振ってくれたりグッズとか、あとツイッターで実況してくださったり、もうそういうのね、もう一つ一つ嬉しくて、こう劇場広いじゃないですか、花道から花道までパッて見た時に自分のファンの方がこう一人でもいらっしゃると本当に嬉しいんですね。だから柱の後ろになっちゃって、ね、祭祀も祭神の方とかもいらっしゃると思うんですけど、もうちゃんと見てるし、もうそれも嬉しい。その柱になってることが嬉しいんじゃなくて、そっちに行った時に、あ、私のファンの方がいるっていう安心感はもう本当にあるので、もうどの席でも、ね、いてくださるだけで嬉しいです。28日います。よろしくお願いします。うん、見逃しません。うん、見てます。次が、28日、あ、そう、はるちゅんの卒業公演が夜にあって、お昼かな、パーティーが夜あって、お昼に思い出いっぱいがあって、私はそこに出演させていただくんですけれども、やばい、練習しなきゃ、やばいな、夏ブロック、そう、練習しなきゃいけません。練習します。頑張ります。はい、ということで配信終えようかな。明日もお仕事があるので、また移動中とかにみんなにメール送るね。なんかちょっと今日送れなかった、ごめんね。うん、あ、うちはもう見てるよ。よし、ではランキング読ませてください。カズーさん、佐藤ハブオさん、サケコウイチさん、ヤナさん、カミナベさん、ティダカンカンさん、タカミーさん、ヒロナさん、ニシタムさん、コンちゃんさん、白いアルパカさん、ミヤパンさん、そして一位タカシさん、ありがとうございます。26日の、花火大会、27日の野球、よろしくお願いします。8月28日発売です。お楽しみにしててください。